おはよう、チボヌータチュー。なんかここが気になったので来てみました。ファイヤーチワワがお迎えしてくれてます。ファイヤーチワワちゃん、こんにちは。ファイヤーチワワちゃんはかわいい。あ、そいつもたげれるんだ。はい、どうも。こうやってね、多種多様なワンちゃんがいます。やる気出せー。どうしたん？なんか悩みでもあるん？話聞くよ。何？何？どうしたん？嫌になっちゃったん、人生。わかるわ。あ、もらったで、ティエリアからめっちゃ寝れるやつ。なあ、お飲むか。真っ白になっとんね。燃え尽きたわ。ほんでな、ここや。絶対ボスおるで。だってマリカの像あった。おお、見えた見えた見えたよ。もう見えてる見えてる。いやいや、見えてるよ。いや、見えてる。待って、タリスマンとかどうなってたっけ。あ、強靭な。これ大事、これ大事。よしよし、物理カット。強靭度もちゃんと上がってる。勝てるかな。勝てたらいい。あ、位牌呼べる。これあれじゃん、バベルの塔。やべ、ブロードソードで呼んじゃった。まあ、いっか。行くぞ、写し見。待って、これする。あ、そうだ、進捗的にはカバーに勝ったところです。カバーは雷が有効。お侍さんの戦い方なんてできねえ。なんすかそれ。なんかレダの戦い方と似てない？いた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 。え、写し見強ーい。え、写し見強ーい。黒鉄の大槌。え、写し見強ーい。いや、これも、あれだからね。私がタゲ取ってたおかげだよ。そうだよ。なんだこれ。クシザ志向メスメルに仕える黒騎士たちの獲物。国鉄に黄金の衣装を施した大槌。あらかじめ黄金銃の祈祷が施されており、正攻撃力を付加したとき大きく威力が高まる。またガードカウンターでその力を解放する。へえ。使ってみようか。ほならね、どこだい、手に入れたん。土とか使ったことないわ。どれだ、これか。試し切り仕様で、なんかおるもんな。えい、弱いわ。あー、でもすごい、すぐにあれだね、ボーンってできる。ほら、強靭削りがすごいのか。あ、ファイヤーチワワちゃんがおりますよ。あ、あそこ野営地になっとる。待って、なんかさ、ここにあるんだよね、アイテムがね。これ取ってか。ジュノ破片っていうか、こいつ、これマリカじゃんか。マリカの首ね、ウケる。頭どこ？よくやった、ありがとう。マリカの首も取られた。なんで？こ
ここメスメルの血じゃないの？マリカの首取っちゃうの？ファイヤーチワワ。あ、こっち一直線に来ましたか。あそこ八重地っぽいな。ババアへ移し見。どうしたん？みんなやる気ねえな。おいで。あ、お前も射手か。姑息な戦い方しよって。お、来た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 。のこのこ来たで。圧倒的物量って感じ。あー、ほら一人ずつおいで。はーい、一人ずつおいで。いい子だねー。なんかさ、あれじゃない、囚人みたいなさ、兜かぶってない、兜違う、普通に兜だった。なんだこれ、面白い兜かぶってんな。よこせ。あ、やべ、あっちに見つかった。犬動いてっかんな、当たんねんだいな。あ、ほーらほーら、なんか赤くなんなかった、夕方になった。っていうかさ、ボス戦で得たこの経験値をさ、落としたくないの、ルーンを。わーわーわー、一人ずつ来いよ。なんでそんな二人とかで来るの？いけないよね、そういうことしちゃ。もう。っていうか、影の血。雑魚敵が強いねん。雑魚敵の一撃一撃が強すぎん？強い。重い一撃が。もういない？もういない？そうだね、プオーをして誰も来なかったんだが、もういないね。これ何？火の？おつぼね。なんだこれ。メスメル兵が用いた火の技、おつぼねのようにまとめられた残り火。制作可能なアイテムの一つ。へぇ、制作可能なアイテムなのか。火は聖戦の象徴であり、メスメル軍では兵卒ですらそれを振るったという。黄金獣にとって火はね、禁忌だからね、見捨てられたんだね。かわいそうだね。おしまい？おしまいける？なんだ、ラダの実だ。あ、本でな。あ、ここ何？え、ここ何？ここ行けんの？本でな、あのミケラの魅了が切れたんよ。ほいでな、レダたちにな、あっつって、そしたらな、みんなな、あ、魅了切れたなって知ってて。ほんでな、でも魅了切れてもね、全然別に、普通にミケラ様のこと大好きだし、裏切るわけないしっていう人と、あ、なんかちょっとミケラの魅了切れたせいで思い出したことあるわ、みたいなことを言うな。二択に分かれてな。ほんでな、あそこなんやねんな。んでな、あの、レダがな、あの、ミケラの魅了が解かれた今、裏切り者がきっと出るはずだから、そいつらを殺して回るとか物騒なこと言ってな、あの、主人公が進言できたんよ、誰を倒せばいいかみたいな。
ね、ティエリアとツノンチュの、ね、2人のどっちかをな進言できたんだけど、いやでもまだ2人の言葉も聞いてないし、2人の言葉聞いてから進言しようと思ってな、一回レダの元離れたんよ。そしたらな、話聞いてきてな、戻ってきたらな、レダがもうツノンチュを殺すことに決めちゃっててな、はぁ、やっちまったと思ったよ。ツノンチュ、さらば。で、ツノンチュを殺すなら、ここに行くべき、つって。で、カバと戦ってて、これカバじゃないんだけど、虚偽カバなんだけど。影の種類。ティエリアもかわいそうだね。ティエリエだ。ティエリアって言ってた。ティエリエ。ティエリエかわいそうだな。あれ？なんかみんないなくなってる。ティエリエしかいない気がする、ここ。ここもなんだべんな。ここもなんか廃墟街みたいな。どうやって行くんだんべな。から上がってくんかな。ね、ここ倒せなかったんだな。無理だよ。無理だよ。倒せないよ。そんな。当てには無理。これも無理。これも無理。山井捨て村。闇捨て村、山井捨て村、病捨て村、どっちだんべな。ここ、ハエンチュいっぱいいた。ここさ、絶対竜いるよね。竜エリアだと思うわ。竜勝てると思う？行ってみるか。何が効くんだろう。わかんねえ。行ってみるか。うわぁ、スズムシの鳴き声する。風情。いいねぇ。でも、スズムシってもう野生にいないんでしょ？野生でスズムシっぽい鳴き声してんのってコオロギなんでしょ？どこや？どこや？あっちか。ほな、行くでー。ジェラゲンが、いそう。この加減虫たちはさ、火に焼かれた人？ちょっとセンシティブな話題になるけどさ、原爆を受けたじゃない、日本は。その時にさ、死体も残らずにジュッて消えて影だけしか残らなかったみたいな話があるじゃない。そういう人たちなのかな、この黒い影たちは。なんかいる？もう、ああ、いるじゃねえか。パーペキにいるよ。何で勝てるかな。なんか、ちょっと待ってな。ほなら。ほなら行こうか。トレント乗ってた方がいいかな。トレント、トレント、こっちゃないねん、こっちゃないねん。トレントかわいそうだからな。
全然当たらん。おお、黒煙じゃないですか。いて、違う、霊気属性だこれ。へえ、待って、ドスロリじゃね、これのせいか。あいて、えい、お、効いてる効いてる。あ、いて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 、やばい、死ぬ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 。いえ、エルデンリングに死の概念はなーい。ちょっとうつしみくん頑張って。あ、おねろりが効かなかった。助けてー。よし、今だー。っていうか竜と戦うならどっちかっていうとこっちだよな。痛い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 。おい、巨人を削るぞ。あー、いって。おいおい、あいつ死んだわ。あかんわ。まあ今のはね、遊んでただけだからね。もっと丁寧丁寧丁寧に遊んでたら多分勝てたら勝てるよ。ここからかーい。ほな行こうか。ルーン回収せなな。てっけ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 。俺のトレントがズキュンバキュン走り出し、フフ、バキュンブキュンかけてゆくよ。どっから降りるんだっけ。ルーンの回収から、ルーンの回収から、ルーンの回収からね。はい、どうも、おいで。はい、はい、はい、よし行こう。えい、えい、えい、炎を聞くんと違う。全然当たらん、全然当たらん、全然当たらん、全然当たらん。助けてー、これの避け方がわからないよ。避けられたわ、なぜか。うおうおう、あー、いってー、いってー。霊炎の炎なのはね、つまりね、なんかしこ踏み聞く。しこ踏みは、ちょ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 いちょちょちょい、はい、ちょ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 いちょいちょちょちょい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 、えい、はい、
ーい。あんま聞かねえな。待って、丁寧に戦ってても勝てない気がしてきた。やっぱこれしかねえな。あ、痛い痛い痛い。もっと丁寧に戦って。いや、あ、僕ですか。あ、僕でしたか。ちょ、待って、良くないと思います。なんかどっかはめられる場所ないの？聞いとる。うつしみ頑張れ。うつしみ頑張れ。もう僕は HP の回復手段がない。いや、もうちょっとだな。もうちょっと丁寧にな、戦おうな。いや、最初からシャボン玉吹いてればいいんだよ。シャボン玉有効なんだよ、やっぱり。でかい敵にはカバは例外。カバかっこ虚偽かっこ犬。あのカバなんやねん、マジ。ほんま勘弁してほしいわ。雷ダメージに著しく弱くてよかったです。はい、トレント、はい、丁寧に降りていこうね。あそこだ、私のルーンは。よいしょ、降りてと、召喚してと、獣ってと。勝つ、回収、助けてー。今だ。あばばいよー。おー、そんな良くないと思います。そんな良くないと思います。なんなのよこのドラちゃん、意地悪だわ。いや、二度あることは三度あるっていうしね。だから四度目はないってことだよ。いや、そろそろいけるでしょ。今のは運がなかったね。はーい、ミケラ見てる？加護ください。
これからレイエンリュウと戦っちゃいます。だから加護ください。やべ、結構向こうだ、結構向こうだ、やべ、結構向こうだ、結構向こうだ、結構向こうだ。ちょ、一旦引こう、一旦引こう、一旦体勢を立て直して、ルーンを回収して、追ってこないよな。で、ここで、あ、ここはダメだ。どこが範囲内だ。ここか。いけ。お、チクれるじゃん。チクれる時とチクれない時があるな。あ、チクれた。ここまで届くの？そんなん聞いてない。ずる、あいつ。お前行けよ、うつしみ。何してんだよ。俺行くぞ。おい。何してくる。おい。え？うわあ。ああ。痛い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 。何？おい！セーフ。あー、欲張ったな。欲張った欲張った欲張った。欲張っちゃったー。欲張るといいことないよ。おう。うわ。何する？それ。それ何？それ何？それ何？あ、あー、縄跳びだった？ただの。おっと、当たらなければどうということはない。飛ぶか？おほー、待って、タゲが変わってない？なんか加減中にタゲが変わってたよな。ほら、丁寧に行けばこんなもんだよ。助けて。ここで死ぬわけにいかない。頑張れ。よっしゃー、ありがとうございました。俺の勝ち。なんで負けたか明日までに考えといてください。竜の心臓、あざす、あざす。あ、無色炭石だ。あざす、ざっざす、あざす、ざっざす。帰ろ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 。もうこんなとこいたくないわ。帰ろ帰ろ帰ろ。帰ろ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 。っていうか眠いね。雨のせいかね。すっごく眠いね。私がレベルアップするにはあと何ルーン必要なんだい？メリメリー。
あ、エイジの家具。あ、嘘。やったー。ミケラ見てた。ありがてー。あと、14万。14万か、14万稼げる場所あるかな。いや、なんか、ボスで得たルーンを落としたくない。辛い。14万くらいさ、なんかインベントリで、あれできない？インベントリから14万ルーン。できなさそう。ラダン。ラダーン糧にする。ラダーンでも4万なのか。え？あと？いや、あと2万じゃん。いけるべ。私今何の計算してたの？バカな計算してた？私ね、数字ね、弱いんだよね。知ってる。10個、これでいけた。お、いけた。よし、ちょ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 、神秘でいいよね。この技量18をさ、20にしたい気持ちもあるんだよ。気持ち悪いからね。知力も20、攻め力56はいらない。攻め力も60とかにしたい。とりあえず神秘を上げて、っていうか、229レベルでもさ、勝てないと思うんだよね。この影の地でやっていけないと思う。この私のプレイヤースキルだと、ね、300レベルくらいまで上げてきていい？モグウィン王朝で。まあいいや。じゃあ何？城？城？カバの向こうね。ちょっと待って、ここ消して。カバの向こう行こうね。あ、そうだ、ムーアが言ってるさ、広い虫ってこいつのことかな。ミミズ？ミミズ広い虫？ミミズ広い虫。ムーア可愛いよね。買ったことで。じゃあねって。じゃあねって可愛いね。グッドバイ。影の城。あれもマリカやね。マリカ頭ないね。これどこ行けばいいんだ？これどこ行く？こっち？ほな行くべ。なんかおるで。てん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 。そんなことはありえない。俺たちは見捨てられてなどいない。メスメル様はマリカ様の息子。誰とマリカ様の息子なの？そこなんだよ。見捨てられるはずがなーい。ってことは見捨てられた。キノコ生えとるね。フロムを信じるな。よし。ちょっと通りますよ。いっ、ずるじゃん。ずるじゃん。ずるじゃん。びっくりした。びっくりした。びっくりした。普通にびっくりした。何してんの？何してんの？どこにいんの？え？どこにいんの？何してんの？え？どこにいんの？え？
どこにいんの？あ、ここ入ってったの？おいで。霜踏みでしてやろう。霜踏みしてやろう。え、また AI がガバになってる。私がこっち行った、行ったんかい。おったんかい。ちゃうちゃう、ごめん。間違えた。間違えたのね、間違えたって言ってるでしょ。ね、間違えたって。バカ。どこまで追ってくんねん。間違えた。あー、それダメ。ズルです、ズルです。バカ。痛いね、はめてくるんじゃないよ、もう。ずるじゃん、こんな。ね、見て、あたしの立ち位置を。ずる、ねえ、女の子一人に、大の男二人でかかってきて、恥ずかしくないの。女の子、かっこ、フレディ。もう、ああ、もう、影のうちの人たちはね、なってないね、礼儀がね。こっちは狭間の地の王だぞ。我王ぞ。どこや、ここ。ひでえことしやがる、あいつら。ここやで、ここ。ここではめられてんやで。ひっでえなぁ。お侍さんの戦い方じゃねえぞ。誉れはどうした？おい。おい、誉れは。メスメル軍。メスメル兵に誉れはないのか。おう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 。たくよ。最近の兵卒はなってねえぜ。この辺にいればバレることはないのか？あ、バレるな。こっち来るもんな。あいつうぜえな。巡回してんじゃねえよ。一丁前に。壊しやがった。壊すんだ。え、こっち来ないよね。え、こっち来ないよね。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 いや、この恨み晴らさでおくべきか。あー、最高。ロジエルさん最強。ロジエルさんナンバーワン。あ、お疲れ様でした。で、その部屋にもいる？その部屋にもいるのね。ね。知ってんだよ。バカがよ。いや、ロジエルさん最強。おいで。どうも。体ありです。ここは何？この先強敵があるの？マジで？出島？マジで？本当だ。ダメな気がする、あれは。あれはダメな気がする。本当に。おい、やめろ。あれは戦っちゃダメなタイプな気がするので、さすがにスルーしよう。魚取れないかな。
ウェーイ。マンゴッシュってなんだ。なんか美味しそう。マンゴッシュ。探検。斬撃一つ。大型の護犬。何？守り犬って何？この塚のあのあそこの羽みたいな部分のこと。探検。左手の使用を想定した武器であり、右手に試験か同じ武器を装備した場合に独特の二刀流を振るうことができる。へぇー、今ロジェ剣装備してるよ。ここにマンゴッシュすればいいってこと？マンゴッシュどれ？マンゴッシュ？探検って付いたもんな、こっちかな。これだ。こういうこと？左手だよね。おお。おお。やば、音に気づかれたかも。音に気づかれた。やばい。マンゴーシュのサビにしてみようよ。マンゴーシュのサビにできるか。えい、強い。ナンバーワンでは。こいつも夢じゃないよ。ほら、すごい、マンゴーシュ強い。マンゴーシュナンバーワンでは。マンゴーシュナンバーワン。マンゴーシュナンバーワン。マンゴーのお酒みたいな名前してる。マンゴーシュナンバーワン。ハロハロー。誰か来てくれた。ハロハロー。マンゴーシュナンバーワンだよ。強い。え、嘘。待って。なんか音する。怖い。みんなさ、ほら、あそこからやっていかないとあかん。マンゴーシュナンバーワン、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 マンゴーシュナン。いや、まあ、二人がかりはずるいよね、さすがにね。いや、二人がかりだったからね、今のは。ちょっとマンゴーシュね。いや、マンゴーシュも二人がかりは想定してないんだよね、多分。そうだよ。マンゴーシュのせいじゃない。ね。相手が二人組だったから悪いんだね。そうだ。いやー、強い。かっこいい。マンゴーシュ鍛えるべえよ。せやね。どっからだ？虚偽カバのところだ。虚偽申請カバだ。嘘。え、あれらもう一回やんなきゃいけないの？あれらをもう一回マンゴーシュで口出しにすればいいんだな。メスメーのように。おいで。まずこいつに落ちてもらって、自分も落ちないように気をつけて。痛い。やっぱマンゴーシュナンバーワンだわ。メスマウソーの日、やり。あ、猫だ。あ、でもあれなの、こっちが有効になっちゃうんだ。戦技が。そうか。そういうやつか。で、お前いるんな。な、お前もマンゴーシュの餌食になるんね。
はい、マンゴー種何言ってん。マンゴー種ね、今ね左手に装備してる武器、マンゴー種。じゃあ改めてマンゴー種どれだ、これだ、ちょ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 、これほらマンゴー種、これの使用を想定した武器で、右手にロジエルさんの試験を装備しているから強いと。あれ私どこに落としたっけ、ルーン、あそこだ、あそこだ、あれ、え、回収回収、助けて、た、え、ずるじゃん、この城どうなっとんねんリッチ敵味方関係なく落ちていくやんか、安全策つけな。どうなっとんねん、いやマンゴー種いいじゃん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 、ちょっと待って、マンゴー種、マンゴー種が適用されてんのかな今、でも私技量戦士じゃないのよね、ちょっと誰だ、ほい、ほい、ほい、おいで、あ、メスメル兵の槍もな、見ようか、おいで、マンゴー種の餌食や、お前も、自分も落ちないようにしないと、どこやっけ、え、ワイのルーン、なんで、なんでそれで帰るの？いつも。最強ナンバーワン、マンゴー種ナンバーワン。すごい、一方的に蹂躙できる。どこだっけ？そこか、また。またそこか。えい。帰る。痛い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 、カバのところで戦おうぜ、カバ虚偽のな、ウォークライみたいな、何ウォークライなのかな、強い、いやマンゴー種強い、どこ行った？帰ったの？あ、帰ってる帰ってる。はい、バイバイ。え、なんか経験値もうまいな。まずまず。
あー落ちないようにして、よし落ちた、さよなら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 。祝福ってまだ、なんか音するなんか音するなんか音する、え戦っちゃいけないような人いる。ここ何？左？左？いって！ずるじゃん。こんなん落としにかかってんじゃん。フロムやね、しかもね走り抜けられない。行くが、なんかある黄金銃に誓って影の血のルーン、さすがに強いか、強いね。だって位牌出るようになってたもん。マンゴー種強化種に行こう、ヒューグのところに。あ、ルーン落としたんだ。あのルーン回収してヒューグじいちゃんのところ行こう。ということで、マンゴー種無双してくる。サラダバー、おやすみ、チボンヌたち。